こんにちは、のぼです。パワープラフリーやっていきます。今回はこれを見ればパーク映画がわかる、知っておくべき知識と実践、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、皆さんパーク映画やっておりますか？僕の方もなんとかチームランク最高で S5、 クエストの方も最難関の無弱へクリアしてきました。もうこのパーク映画楽しすぎて、おかげさまで寝不足ですという感じでございます。で、今回は僕なりのパークへのコツだったりポイントを実践を交えながら皆さんに解説させていただければいいかなというふうに思います。ギュッと内容の方を詰め込んでいるので、サクッと皆さんにパークへの知識として取り込んでいただいて、すぐにね、実践で活かせるような内容にしていければいいかなというふうに思います。あとは僕だけではなくて、ミストさんとリョウツーさんも僕と違った視点、もしくはもっと深い知識をきっと動画化してくれていると思いますので、そちらも同時にチェックいただけるとより知識が深まるんじゃないかなというふうに思います。ということで、早速行ってみましょう。はい、ということで、まずは事前準備編のアイテムについて解説させていただきたいと思います。で、僕自身序盤で全然わかんなかったことが、アイテムってたくさん種類あるけど、結局どれを持ち込んだらクエストに有利なの、効率的なのっていうところだったんですね。なので、そのあたりからお話できたらいいかなっていうふうに思ってます。で、アイテムに関しては、契約書、マス強化、カード強化、試合アイテム、その他という5種類から構成されていて、クエストをこなせばこなすほどどんどん入ってくるものになります。で、結論から言うと、アイテムは、この契約書をとにかく突っ込んでおけば、ほぼ間違いないと思ってます。アイテム欄の7割から9割は、僕も、このキャラクターカード契約書で埋め尽くしている状態になってます。で、なぜかというと、いろいろなキャラクターをスカウトしていって、そのキャラたちを強化していく方がチームランクの上がりが良くなるんですね。なので、契約書のカードは非常に重要ですし、もともとチーム内にいるパワークエ君たちですね、全員取っ換えるくらいのキャラを揃えた方が効率はいいと思います。序盤でもこのように低コストのキャラクターたちを集めることができると思いますので、いっぱいキャラクターカードを集めてどんどんチームを強くしていきましょう。で、その他のカードに関しても重要なものがいくつかあるので、皆さんと一緒に見ていければいいかなというふうに思います。はい、ということで、契約書以外のその他のアイテムについてこちらで解説をさせていただきます。で、パーク絵内で絶対に必要になるアイテムは、こちらの交渉術というスキルがついている指輪になります。で、交渉術って何なのっていうのが、スカウトマスでごくごく稀に選手を2回スカウトできることがあるというスキルになってます。これを使うと、スカウトマスで2人一気に選手をチームに加入させることができるので、圧倒的にチームランクの上がり方が変わります。まあ、このスカウトに関しては、後ほど実践動画も交えながら、皆さんの目で見ていただけると思うので、とにかく交渉術がついている指輪が入ってきたら必ずキープしましょう。で、交渉術に関しては、クエストの7で落としやすいんじゃないかなと思いますので、序盤で詰まっている方に関しては、ここを周回するのがいいんじゃないのかなというふうに思います。それでは次に他の種類のカードの解説をさせていただきます。持ってきている種類のカードは僕のおすすめのものになります。で、まずは、マス強化カードの中から特殊能力秘伝書ですね。で、こちらに関しては、総合練習だったり、野手練習、投手練習で付けられない特殊能力をキャラクターたちに付けることができます。さらに、この特殊能力秘伝書を積めば積むほど、超特殊能力もキャラクターたちに付けることができるので、チームランクを一気に上げることができるようになると思います。そして、次に、札系ですね。試合で使うカードになります。で、この中でおすすめなのが、この払拭というカードですね。で、このカードに関しては、使用した試合の特別ルールを味方絶好調に上書きするというものになってます。で、試合をしていくと、いろんなバッドエフェクトだったり、相手が突きつけてくる、特にバント以外禁止というルールですね、がきついものになっていて、それをすべて取っ払って味方を絶好調にしてくれると。いうカードになってます。このカードの大切さは進めば進むほど皆さんも実感すると思うので、
ゲットしたら必ずキープしておくようにしましょう。そして一番最後にカード強化系のカードについてですね。でこちらに関してはクエスト内で何を持っていくか変えていけばいいんじゃないのかなっていうふうに思います。個人的には投手総合練習か、あとは敏捷系ですね、走塁が強くなるようなものを持っていくと結構機動力がネックになることもあるので、まあ、そのどちらかっていう感じで僕は枠が余れば持っていくような形にしています。前の3つに比べると優先度としては低めになるかなというふうに思います。はい、ということで事前準備に関しては大事なところをギュッとまとめさせていただきました。まだまだ話したいことあるんですけど、これ以上話すと動画時間がもうとんでもないことになるんで、早速実践の方に移って、まあ、どんな形でね僕が進めていて、どういう優先順位を立てていて、実際にどういう風に進んでいくのかってことを皆さんと見ながらお話しさせていただければいいかなという風に思います。はい、ということでクエストの中に入ってきました。中に入るといろいろな効果があるマス目が用意されていて、例えば総合練習マス、投手特訓マス、ミラクルマスなどなど様々な効果があるものがございます。ただ序盤で必ずもう最重要と言っていいマス、それはこちらのスカウトマスになります。スカウトマスの中に関しての解説は後ほどさせていただくとして、なぜこんなにもスカウトマスを僕が押すのかというのも、序盤にいくつスカウトマスが用意されているかということで、序盤の立ち回りやすさ、ひいては最終的なチームランクも劇的に変わります。このスカウトに関してもどういう形で進めていくかってことがありまして、よくわからなかったら一番選手ランクが高いキャラを入れれば間違いないです。でそれかつ重要なのが選手が持ってるスキルですね。これを重要視してあげてください。例えば鈴本だと球速とスタミナコントロールの能力が6上がりますとか、あとは一緒に球速連が経験点もっともらえますとか、そういうスキルを持っています。でそういったキャラを序盤に入れておくことで、どん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 後から入ってきたキャラですね、強くなっていきますというのと、あとはこちらの交渉術1が発動したためもう一度スカウト可能ですというのが、先ほどアイテムで触れさせていただいた交渉術というスキルですね。でそれを使って入れられるわけなんですけど、今回は有村を入れて、またね初期に入ってくるキャラクターたちの能力を上げていこうという動きをしております。はい、ということでエリア2に入ってまいりました。で対戦相手はマントル辺境高校で、機動力がキー能力になっていますね。まずはこういったところをしっかりと確認しつつ、どういうルートでまずゴールまで行くか、ボス戦マスまで行くかっていうことを考えることと、残りターン数の兼ね合い、そしてスカウトマスをどの程度踏むのか、で他の練習マスとか今あるミラクルマスですね、これに関してはある程度人数を集めてから踏んだ方が圧倒的にチーム力が底上げできることも考えて、まあ、行くルートとしてはこの真ん中のスカウトマスから右にずれて、そこから上に北上してハートのターン回復マスで左に折れて、そこから下へ行き左のスカウトマスを踏み、下に降りて特殊能力のマスを踏んでボス戦という形が最もいい形になるんじゃないかなというふうに思います。しっかりとスカウトマスを他の練習マスやミラクルマスを踏む前に踏んで、その恩恵をね全体的に受けようというところと、まあ無駄踏みをしないようなルートを一緒に取れているので、まあいいんじゃないのかなっていうところと、あとはターン回復マスの右側の方をぐるっと回ってしまうとターンの消費が激しくなってしまうので、まあ、今回はちょっと難しいかなというところです。で、このマップに関しては、特にこの、拡大すると分かりやすいんですけど、エクスペリエンスのマスとスカウトのマスの道が繋がっていないので、まあ、ここがね、ルートとしては難しくなるかなというふうに思います。ということで、実際に回ってみましょう。少し拡大させていただいて、進みたいと思います。このね、真ん中に動く動き、斜めに動く動きが非常に重要になってきます。ターンを節約するという意味でもね、それが実践できたのも良かったかなっていうふうに思います。で残りはもう選手能力順に選べばいいと思いますし、あとはポジション順で全く問題ないですね。でもっともっと先を見据えたいという方は、この一番下の助っ人のところですね、まあ、何人かは取り込まないといけない形にはなると思うので、ここで F ランクの選手が出たらそれは取っておくっていう形は作ってもいいと思います。今回はある程度、上の選手から取っていく形にします。でビクターでいいかな、外野手欲しいですからね。
で、ここを右に行きます。で、まあピッチャーも取っていきますか。守るとかがね、まあ、ピッチャーの中では相当強い部類なので、で、交渉術が発動しまして、もう一人取りますね。で、岩井でいいかな。篠宮の方がいいか。サクサク人数増やしていきましょう。まあ、かなりいい感じで進められているんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、こういった形で、佐伯がね、守備力を上げてくれる特訓の効果を持っているので、まあ、こういったものが先にスカウトしておくと恩恵を受けれるというお話ですね。しっかりと受け取っておきましょう。なので、まあ、本当にアイテムでマス強化を持ってこなくても、まあ、持ってきているキャラクターでそういう強化を行うこともできるというところが大事になってくるかなっていうふうに思います。で、あとは、まあ、総合マスはこういった形で野手と投手を選べると思うんですけど、基本的には、この対象選手がスカウトしたキャラで多い方を選べばいいと思います。野手投手に関してはね。で、今はこちらが6人ですかね。まあ、野手がいて、こちらに関しても6人というところと、投手に関しては1人を除いて全員対象選手と。いう形になっているので、まあ、これくらいの差だったら、どっちでもいいかなという感じです。まあ、今回は野手の総合練習をやっておきます。で、ターンをマス回復しましょう。あとは、先ほど斜め移動について触れたんですけど、この、打撃の野手特訓マスですね。ここに関しては、まあ、レベル4ですし、まあ、今は無理して踏まなくてもいいかなっていう判断をすることもできます。その分、1ターン温存して、他のもっと有用なマスをね、踏んでいくっていう形を取ることができます。特に僕は、この特殊能力のマスですね、を、強化して持ってきているので、まあ、そういった意味でも、この野手特訓マスは普通にスルーしてもいいかなっていう判断になって、こういうルートを取りたいと思います。で、まあ、こんな形で、自分がスカウトしたキャラクターの効果が出ない練習が並ぶこともあるので、まあ基本的には本当にどうしても踏まなきゃいけない時は踏みますけどっていう形で僕の方は動いてるって話ですね。で、あとは先ほどお話ししたのと同じように、まあ自分がスカウトをした選手がいるところ、まあ人数が多いところを基本的には踏んでいきます。もちろん上のチームランクがね、上がる、まあ、数値が大きい方っていうところの考え方もできると思うんですけど、結局、スカウトして外れていくキャラクターたちを強化してもしょうがないので、まあ、こっちを鍛えていくという感じですね。はい。そして、お楽しみ、ミラクルマス。なんかいいのください。おー、特殊能力は一番いいやつですね。こんな感じでね、一気にいろんなキャラクターに特殊能力つくんで、これはめちゃくちゃ強いです。一気に S ランクエリアにまで来ましたね。相当順調だと思います。そしてまた、イベキャラをスカウト行きましょう。うん、ピッチャー終わりそうだね、もう。あ、交渉が入りまして、もうピッチャー終わりそうですね。で、こういう時にね、先発適性が高いキャラだと、先発と交換みたいな形になるので、ちょっと気をつけた方がいいと思います。僕はこれでしょっちゅうやらかしてます。さあ、ミラクルマス、もう一回。特殊能力がいい。うわー、でかい！めちゃくちゃ強い。引き強。この動画を撮るために生まれてきた。これ、相当強いですね。S1 ですね。エリア2で。からの、特殊能力マスで、いろんな、こう、キャラクターといろんな人数でついていくので、ここに関しては、先ほどと同じように、スカウトしたキャラクターにより多く、ついているところを選べばいいと思います。まあ、これも人数はついているんですけど、パークにつけてもしょうがないっていうところがあるので、まあ、そこはどういう風に捉えるかは皆さん次第というところもありますが、基本的にはま、これでいいのかなっていうところと、あとは、超特殊能力もこの特殊能力マスでつけることができるので、そのあたりも出た時に皆さんにお見せできたらいいかなっていう風に思います。うん。まあ、パワーヒッター大声につくからな、こっちだと。っていう考え方もできますね。パワーヒッターが2人につくので、こっちでいいかな、今回は。うまい。うますぎる。残り5ターン。ということで、ボス戦のマスに進みましょう。で、まあ、多分能力的には全く問題ないとは思うので、ちょっとどうなるかわかりませんが。これで仕掛けていきましょう。機動力もしっかり勝っているので、
そんなに問題ないんじゃないかなっていうふうに思います。もう圧倒的に勝ってますね。まあ、このような形で、結局、その全体のね、チームランク、そして、総合力をね、伸ばしていれば、本当に自走作しなくても簡単にポンポンと勝っていくことができると思います。まあ、今回はちょっとできすぎみたいなところまでありますけど、非常に序盤の動きとしてはこのような形で進めていけば、問題なくね、進行していけるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。サクッとどころかめちゃくちゃじっくりになってしまいましたが、その分皆さんの理解が深まっていれば幸いです。もっともっとね、パークエを極めていって、やり込んでいって、より良い情報をね、皆さんにお出しできるように頑張っていきたいと思います。最後に一言、グレイテスト学園、強すぎです。はい。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。